大犬性思いやり度は自閉機能付き釣り度アウトセットタイプ片引きの釣り車の調整方法をご紹介します。扉を開閉して扉と枠、扉と床の擦れる部分や隙間を確認します。思いやり度は釣り度では、扉を釣り込んだままプラスドライバー1本で上下調整ができます。扉と枠に隙間があったり、扉と床が擦れている場合は、扉の上部についている釣り車で扉の上下を調整します。釣り車の側面についているネジをプラスドライバーで回して扉の上下を調整します。時計回りに回すと扉は上がり、反時計回りに回すと扉は下がります。釣り車は戸先側と戸尻側の両側についています。戸尻側の釣り車から調整し、両側の釣り車を調整して扉を水平にしてください。故障の原因となりますので、釣り車の調整には電動ドライバーは絶対に使用しないでください。釣り車で調整できるのは上下 2.5 ミリ以内です。釣り車が破損し扉が脱落する恐れがありますので、必要以上に調整ネジを回すことはおやめください。調整後は扉を開閉してスムーズに開閉できることを確認してください。